双子の娘たちを引き取りたいんだよね。いいよ。え、本当にいいのか。子供2人増えるんだぞ。夫は私があっさりと承諾すると思っていなかったようで、とても驚いていた。バカね。だって私の名前は香織、37歳の会社員だ。私には現在お付き合いしている誠という男性がいる。彼との出会いは仕事関係だった。取引先の担当者が彼で、何度か仕事をしていくうちに仲良くなっていき、彼から食事に誘われたことをきっかけに少しずつ距離が縮まっていった。彼は私よりも6歳上で、現在43歳なのだが、いろいろと経験しているのか大人としての魅力があった。頼れる年上が好きな私は、彼のことを実は密かに思っていて、プライベートでも仲良くなれたらいいなと思っていたので、彼から食事に誘われた時はすごく嬉しかった。そして実際に仕事以外の場で会うと、彼は意外にも陽気で楽しい人だった。普段仕事の時は落ち着いた雰囲気で年上感があるのだが、プライベートで会うと明るくてよく話す人だったのだ。そういうギャップもいいなと私は思った。冷静でかっこいいところもありながら、普段は面白くて明るい人ならかなり魅力的だと思う。プライベートで話してて楽しいのはポイントが高いし、仮に結婚をした時にはきっと毎日が楽しくなるだろう。最初から印象が良かっただけに、そういうギャップもかなりプラスだった。それから私たちはデートを重ねるようになり、自然と交際がスタート。仕事後にお互いの家を行き来したりして順調に愛を育んでいった。彼は私よりも6歳も上だが、見た目はとても若くて同い年くらいに見える。だから最初に年齢を聞いた時はすごく驚いた。いわゆるイケオジという感じで、彼はとてもかっこいい。そんな人とお付き合いできているのは緊張もするが嬉しいと思っている。私は大学生時代までは恋愛もサークルも勉強も全部頑張って何でも叶えるという感じだった。いつも全力で休むこともなくフルパワーで活動していた。だが社会人になると、それは全て仕事の方に向けられた。いかに仕事で成果を出すか、いかに上を目指すかを考えるようになり、恋愛はそっちのけ状態になっていた。それでも友人たちから心配をされて恋愛をしたこともある。だが仕事を優先してしまい、全然うまくいかなかった。そのためだんだんと友人たちも諦めて、私には期待しなくなっていた。私は友達の小さい子と一緒に遊んだりして、それで満足していた。だがそんな中、まさかの運命の人と出会うことができたのだ。誠は私をものすごく大切に扱ってくれて、私はとても幸せだった。だが、お付き合いを始めてから半年ほどが経った頃、私は驚きの事実を彼から告げられることになる。実は香織にまだ話していないことがあるんだ。え、話していないこと？ああ、俺バツイチでさ。え、そうなの？ああ、それで子供もいるんだ。え、子供？ごめん、やっぱり驚くよな。あ、いや、大きな声出してごめん。でも確かにびっくりした。すまない。お子さんとは一緒に住んでるの？いや、住んでないよ。そうなんだ。私は少しほっとした。これで連れ子だとしたら、ちょっといろいろと考えなくてはならない。恋愛ですら仕事を優先しておろそかにしてきた私が、結婚したとしていきなり母親になるなんてことはできないからだ。じゃあ奥さんのところにお子さんは住んでるんだね。ああ。男の子なの？女の子なの？女の子だよ。双子だから女の子たちって言うべきか。え、そうなんだ。今はいくつなの？17歳だよ。え、17歳？高校2年生ってこと？うん、そうだよ。そんなに大きい子がいたんだね。まあ、妊娠をきっかけに結婚したから。26歳の時に付き合っていた彼女が妊娠しちゃって、それで結婚したんだ。そうだったんだ。どうして離婚したの？それが、奥さんが不倫をしちゃって。え？そうなんだ。本当なら、俺が娘たちを引き取ってやりたかったんだけど、俺は仕事で忙しいし、実家も地方だから親に頼ることもできなくてね。それで結局相手が引き取ることになったんだ。そっか。娘さんたちとは会ってるの？ああ、面会という形で毎月必ず会ってるんだ。二人ともどんどん可愛くなっててさ。まあ、それとともに生意気にもなってるんだけどな。え、
そうなんだ。私は意外なというかびっくりする事実を聞いて動揺したが、それくらい大きい子ならもうほとんど自立しているようなものだろう。仮に私と彼が結婚することになってもあまり気にしなくてよさそうだ。それから私たちは順調に交際を続けていた。そして交際を始めてから1年ほどが経った頃、彼はついに私にプロポーズをしてくれた。今はもう人生の折り返し地点のような年齢だけど、それでも自分の気持ちに正直に行きたいと思ってる。そして俺の気持ちは香織と結婚したいってことだ。これからの人生を俺と一緒に歩んでくれないか。私は彼のプロポーズの言葉がものすごく嬉しかった。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。私の親に結婚の報告をするとものすごく驚いていた。どうやら私は一生独身を貫くと思われていたらしい。だが両親はすごく嬉しそうにしていた。本当は香織のことはずっと心配してたんだ。もちろん仕事のこととか生活のことは心配はしていない。だけどやっぱり一生を添い遂げるパートナーには巡り合ってほしいと思ってたんだ。人間、孤独が一番悲しいことだからな。お父さん。私はここまで親に心配をかけていたことを反省した。そしてやっと親孝行ができてよかったと思った。彼との結婚生活はきっと幸せだろうが、長く続けられるようにできる努力はしていきたいと思った。それから彼と改めて両親に挨拶をした。私の親も最初は彼が私と同い年か、なんなら下の年齢に見えたそうだ。そして私の6歳上だと聞くと驚いていた。彼は私への思いが本気であることなどをちゃんと伝えてくれて、結婚を認めてほしいとお願いしていた。親は彼にすでに子供がいることに驚いていたが、彼が誠実で真面目であることは伝わったようで、結婚を認めてくれた。そして私は彼の娘たちと初めて会うことになった。彼が再婚をすると話すと、再婚相手と会いたいと言ったそうだ。そのため私たちはカフェの個室で対面することに。ああ、来た。本当だ。はじめまして。香織と言います。私がカフェに着くと、すでに彼と娘さんたちがいた。光でーす。明かりでーす。そう言って挨拶を返してくる彼の娘たち。さすがに17歳だけあって若いし、ノリが今どき残って感じだ。こらこら、ちゃんと挨拶をしろよ。そう言って笑いながら叱る彼からは、父親の風格が漂っていた。実際に子供と接するときはこんな感じなんだ。彼の新しい一面が見れて私は嬉しかった。それから娘さんたちは私にいろいろと聞いてきた。馴れ初めのこととか、彼の好きなところとかなどだ。私が話すたびにテンションが上がり、わーとか、へーとか、大きな反応をする。そんな風に楽しそうに聞いてくれると、こちらもなんだか楽しくなる。めいっ子とかがいたらこんな感じなんだろうなと思った。二人ともよかったらパフェとかデザートを頼まない？ドリンクも好きなの頼んでいいよ。やったー！二人とも嬉しそうにしながらカフェの一押しのスイーツやドリンクを頼んでいた。子供ができた時のことなんて今まで全然想像したこともなかったが、こうやって触れ合っていると子供も悪くないなって思えた。結婚してから誠の子供を産めたらいいなと私は思った。彼の双子の娘たちとの初対面の挨拶はうまくいったと思う。これからもきっと会う機会は増えるだろうし、楽しい時間を過ごせてよかったと思う。それから私と誠は婚姻届を提出しに行って結婚した。結婚式は挙げなかった。私は正直こだわりはないし、彼は2回目なのでする必要がないと思ったからだ。それならその分のお金を新婚旅行に充てた方がいい。そういう理由から結婚式は挙げなかった。でも親にはウェディングドレス姿を見せたかったので、ウェディングフォトは撮った。親は実際にドレス姿の私を見たり、写真を見て綺麗だねと嬉しそうにしていた。それから私と誠は一緒に住み始めて結婚生活をスタートさせた。結婚生活は本当に最初はうまくいっていた。でもそれは一緒に住み始めた嬉しさのおかげだったと思う。1ヶ月もするとちょっとずつ夫の嫌なところが目立ち始めた。まず夫は家事を一切してくれない。私たちは共働きなのだが、夫は掃除も洗濯も何もしてくれないのだ。
夫の方が基本的に早く帰ってきているのに、私に料理をすべてやらせてくる。しかも私が残業で少しでも遅くなると、飯はまだかよ、とイライラした様子で催促してくるのだ。私はその度に嫌な気分になっていた。そして、さらに驚いたことに、定期的に勝手に双子の娘たちを連れてくるのだ。私が週末で家でゆっくりしていると、いきなりピンポンが鳴った。すると夫は嬉しそうに玄関を開けに行った。お父さん来たよ。光、あかり、待ってたぞ。玄関からは夫と双子の娘たちの楽しそうな声が聞こえてきた。私がぎょっとしながら玄関の方を見ると、双子の娘が夫に連れられてやってきた。わあ、広い家。本当だ、綺麗。そうだろう。いい家に父さんは住んでるだろ。お父さんかっこいい。私はいきなり二人が来たことにびっくりした。私はすぐに夫を呼んだ。ねえ、ちょっとどういうこと？二人が来るなんて聞いてないけど。ああ、なんか家に遊びに来たいって言ってたから呼んだんだよ。え？なんか適当にお菓子とかジュースとか用意して。夫はそう言って二人を連れてルームツアーみたいなことをしだした。私は勝手に家に呼んだことを不満に思いながら、仕方なくスナック菓子とオレンジジュースを用意して食卓に置いた。ほどなくして3人が戻ってきた。お、お菓子が用意されてるぞ。2人とも座って座って。オレンジジュース？小学生じゃないんだから。炭酸とかないの？私はキャラメルマキアートが飲みたい。双子はそうやってわがままを言い出した。香織、2人が欲しがってる飲み物はないか？ごめんなさい、今はそれしかなくて。私がそう言うと、双子はあからさまに機嫌が悪そうな顔をした。すると夫は、香り買ってきてくれと言い出したのだ。え？今から？娘たちが飲みたがってるんだ。買ってきてくれよ。夫は察してくれみたいな顔を私に向けてきた。正直言って、はあって感じだ。どうして私が買いに行かないといけないのだろうか。せっかくの休日なのに、わざわざパシリのために出かけるなんて嫌だ。私がそう思って返答しないでいると、双子たちが冷たい視線を向けてこう言ってきた。え、行動遅くない？頭の回転も遅いよね。今すぐ買ってきてって言われてんのに動けないとか、どんだけのろまなの？仕事できなさそう。私はその言葉にカチンときた。分かったわよ、買ってくればいいんでしょ。私は財布を持ってスーパーに急いだ。そして炭酸飲料を買い、途中にあるスタバでキャラメルマキアートを買ってきた。私が飲み物を買って帰ると、双子たちはやっと帰ってきたと言いながら、私が買ってきたものを取り上げ、お礼すら言わずに飲み始めた。夫なのか元奥さんなのか両方なのかわからないが、どんな教育をしてきたのだろうか。こんな恩知らずな生意気な子はなかなかいないだろう。いかに夫が甘やかしてきたのかがわかる。そして双子たちと夫は3人にしかわからない身内ネタで盛り上がり、私は完全に置いてけぼりだった。しかも私に話しかけてくるときは、お腹減ったから何か作ってとか、飲み物何かちょうだいとか、そういう風に命令するときだけだった。夫は2人を注意することもなく、ただただ楽しそうに娘たちと会話をしている。これでは完全に私はただの家政婦状態じゃないか。そして私が何かを作っても双子は好き嫌いが多くて、やたらと文句を言ってくる。そのため作り直さないといけなくて、かなり面倒だった。さらには夫は2人が泊まるのを許可し、私は双子の分の服を洗濯したり、晩ご飯や布団の用意などもしなければならなかった。せっかくの休日を潰されただけでも腹が立つのに、そうやってこき使われて本当に嫌だった。だんだんと夫に対しての不信感が募っていった。そして双子たちは当たり前のように私と夫の家に通ってくるようになった。やっぱりお父さんの家広くていいね。学校からも近いし、こっちから通いたいな。おお、いいじゃないかそれ。好きな時に泊まりに来ればいいよ。本当？やった。夫は双子の要望を勝手に飲んでしまい、そのしわ寄せは全て私に来るのだった。そして調子に乗った双子たちは私をパシリのように使おうとしてきた。最初の頃は夫の大事な娘たちだから、ちょっと我慢して要望通りにしようと思ったが、最近は生意気すぎる。だから私はだんだんと断るようにした。すると双子たちはあからさまに機嫌を悪くし、夫に告げ口をするのだった。
お父さん、なんか意地悪されるんだけど。ひどい。お父さんの嫁のくせに生意気。双子たちがそうやって夫に助けを求めると、夫は鬼の形相で私に怒ってきた。おい、俺の大事な娘に何してんだ。私は理不尽な要求を断ってただけよ。理不尽ってひどい。私たちはお母さんのように香織さんを頼ろうと思ってただけなのに。二人していきなりそんな嘘泣きを始め、夫はそれを見て顔を真っ赤にして私をさらに怒る。次お前が娘たちを傷つけたらどうなるか分かってんだろうな。言われた通りのものを買ってやれ。そう言って怒る夫。娘たちが要求してきたものとはブランド品のバッグだぞ。それを簡単に買ってあげたらどんどん調子に乗るじゃないか。だがこのまま私が買わないでいると夫はさらに怒るだろう。そのため私は買いに行ってあげることにした。双子たちは勝ち誇った顔をしながら私を見て、そしてショップに着くと高そうなバッグを選んでいた。だが私だってやられっぱなしではいられない。私が買いに行ってあげるとは言ったが、私のお金とは言っていない。私は夫婦の共有口座のお金を使った。私と夫は毎月少しずつ給料の一部を共有口座に入れて貯金をしていた。まあ私の方が給料が高いので圧倒的に私の方が入れているのだが、夫も少しばかり入れてくれていた。私は夫が入れた分のお金を計算して、そこからお金を下ろしてバッグを買った。だから私のお金は今のところ減っていないのだ。そして私のお金にたどり着く前に私は別れることに決めた。私を従わせられると思った双子たちはその後もどんどん調子に乗っていった。ブランド品の購入や高いスイーツに高級寿司や焼肉、贅沢と呼ばれるものは何でも要求してきた。その度に私は夫が共有口座に入れていたお金を使った。その頃には双子たちはふんぞり返っていて、私のことを従えていると勘違いしている様子だった。そして夫も同じように私のことを家政婦と ATM のように思っているようだった。だが私は着々と離婚の準備をしていた。そんな中、ある日夫が驚きの事実を報告してきた。なんと夫の元妻、つまり双子たちの母親が急病で倒れて亡くなってしまったというのだ。それは正直かわいそうだと思った。まだ40代なのに亡くなってしまうなんて不憫だ。夫と双子たちは葬儀に参列し、それからのことについて話し合ったそうだ。そしてその話し合いの結果も私に報告してきた。双子の娘たちを引き取りたいんだよね。ここで一緒に4人で暮らそうと思って。いいよ。え、本当にいいのか。子供2人増えるんだぞ。夫は私があっさりと承諾すると思っていなかったようで、とても驚いていた。あれだけ好き勝手に呼んでおいて何を驚いているのかと思ったが、一応一緒に暮らすことは今までのように遊びに来るとは違うことを夫自身でも認識はしていたようだ。だが私にとってはもうそんなのどうでもいい。バカね。だってあなたの大事な娘たちじゃない。あなたがそばにいてやらなくてどうするのよ。私がそう言うと夫はそうだよなとうんうんうなずいていた。早速連絡してこっちに来てもらうよ。夫はそう言って双子たちを家に呼んだ。香織さん、今日からよろしくね。双子たちはこの綺麗で広い家に住めるのが嬉しいようで、また私をこき使えるからとウキウキしている様子だった。仮にも自分の母親が死んだばかりというのに、どうしてそんな態度を取れるのだろうか。お母さんが亡くなって悲しいね。私はそうやって双子に聞いてみた。すると二人は、いや別にと言い出した。え、どうして。だってお母さんいつも口うるさいのもん。わがままばかり言うなとか、もっと好き嫌いなく食べなさいとか。それって至極当然なしつけだと思うのだが、たとえ反抗期だとしても、自分の血のつながった母親が亡くなったのに悲しまないなんて、どれだけ性格がねじ曲がっているのだろうか。それはきっと夫のせいだろう。夫があまりにも甘やかしすぎるからだ。だが私にはもう関係ない。夫はこれから二人の子育てよろしくなと私に言ってきた。双子たちも私を今までのようにこき使おうとニヤニヤしている。私は急いでまとめておいた荷物を持って玄関に向かった。え？おい、そんな荷物持ってどこに行くんだよ。私の実家よ。はあ？何言ってるんだ。私あなたと離婚するもの。え？離婚？
私のいきなりの発言に夫は動揺していた。ちょっと待てよ。離婚ってどういうつもりだ？そのままの意味よ。あなたと別れるの。なんで？私、その子たちのベビーシッターじゃないし。ベビー？私たち赤ちゃんじゃないわよ。似たようなものよ。ま、っていうか誠が私に隠れて不倫しているのも知ってるから。え？なんとなく怪しいと思うような行動がいくつかあって、それで更新所に依頼したんだよね。そしたら黒だったね。証拠もたくさんあるし、弁護士通して慰謝料とかについての説明がいくから。そんな。っていうかあなた昔、前の奥さんが不倫したとか言っていたけど、あなたの不倫が原因だったそうじゃない。だから親権が取れなかったんでしょ。どうしてそれを。前の奥さんのご両親に話を聞きに行ったら言ってたわ。え？あなたって本当に最低な男ね。子供と接するときは美味しいところだけ奪っていって、しつけなどの大変な面倒な部分はその時一緒にいる女性に丸投げして、そりゃ子供たちからは好かれるでしょうね。でも一緒にいる奥さんたちはあなたから離れたくなるわよ。私がそう言うと双子たちは私を睨みつけながらこう言ってきた。お父さん、こんな女いらないよ。そうそう、私たちはここでお父さんと住めたら幸せだから。双子たちにそう言われて夫はにやけていた。そうだよな。家のことなどは新しい奥さんにでもやらせればいいし。本当に最低だ。私はため息をついてとあることを教えてあげた。言っておくけど、あなたたちも出ていくんだからね。え？誠は忘れているかもしれないけど、ここ私名義の部屋だから。もう解約の手続きは済んでいるし、さっさと出て行って。なんであんたが解約できるのよ。そうよ、お父さんに養ってもらってるくせに。何言ってるの。私の方が圧倒的に誠よりも給料が上だからね。私がそう言うと、双子たちと夫は顔を青くした。え？ちょっとお父さん、それ本当なの？この家はお父さんのって言ってたじゃない。せっかく広いお家に住めると思ったのに。それはその、親子で揉め始めたので、私はじゃああとは頑張ってねと笑いながら去っていった。その後、私は弁護士を通して夫に離婚を要求し、夫と不倫相手に慰謝料を請求した。証拠がたくさんあったので離婚はすぐに決まり、そして慰謝料も支払ってもらえた。元夫と双子たちは私名義だった部屋を追い出され、現在は元夫の実家に身を寄せているらしい。元夫の両親はものすごい厳しい方らしく、双子たちはわがままな性格を毎日強制させられているそうだ。あまりにも怖いので、双子たちは監獄のようだと言い、ここから抜け出したいと嘆いているそうだ。そして元夫も今までの行いを両親に大激怒され、給料を全部義両親が管理し、一切遊びができないように厳しく監視されているらしい。まあ、元夫も双子たちも一回そういう経験をしないと学ばないので、義両親のやり方は間違っていないと思う。元夫はどうでもいいが、今後社会に悪影響を及ぼさないように、双子たちにはぜひまともになってほしいものだ。一方、私は一旦実家に戻り、両親と暮らしながら仕事に打ち込んでいる。離婚になってしまったが、一度でも結婚を経験してよかったと思う。これからは自分の人生を一生懸命に生きながら、その上でお互いが自立していて信頼し合えるパートナーを探そうと思う。去年の家族旅行の宿泊代全額返しなさい。え？でもあれは夫とお姉さんが支払ったんじゃ。いちいち細かいこと気にしなくていいの。いいから私に支払いなさい。そう言って無理やり私に宿泊代を支払わせようとする義母。どこまでも懲りない義母に本当に呆れてしまう。この時、私はとある復讐計画を思いついた。いつまでもやられっぱなしで終わるものか。絶対に義母に一泡吹かせてやる。私の名前はみゆき、32歳の主婦だ。夫の翔太とは同じ職場で出会い、私たちは交際を始め、その後結婚に至った。今は結婚して2年が経ち、相変わらず幸せに暮らしている。私たちにはまだ子供がいないので、私は主婦として家事をやる傍ら、パートタイムでカフェ店員として働いている。夫との結婚生活はとても楽しくて幸せいっぱいだ。みゆきの料理って本当に美味しいよな。
ありがとう。デザートとコーヒーもあるからいっぱい食べてね。やった。カフェ店員で働きながら私はコーヒーを入れるのがうまくなり、最近は美味しいスイーツを買ってきて、家でお気に入りのコーヒー豆をひいて手落としでコーヒーを入れるのにハマっている。夫もコーヒー好きなので食後に美味しいコーヒーが飲めてとても嬉しそうだ。そんな幸せな結婚生活を送っている私だが、年に数回ほど憂鬱な日がある。それは法事や親戚の集まりなどで義実家に行かなければいけない時だ。というのも私は義母のことが苦手なのだ。義母は結婚当初から私にいろいろと意地悪をしてきた。初めて義実家を訪ねた時は私を奴隷のようにこき使ってきた。もちろん私だって手伝いをするつもりでいたのだが、それにしても人使いが相当に荒かった。無理難題を要求してきては、こんなこともできないなんて使えない嫁ねと悪態をつかれたものだ。他にも二人きりで台所に立つと嫌味や悪口をひたすら言われる。そんなわけで私はすっかり義母のことが苦手になってしまったのだ。それから私にとって義実家に行く時間はほとんど苦痛の時間となった。それでも義母以外の家族が優しいのでなんとかなっていた。ある日、義姉の明美さんから私の元に電話が来た。今度家族旅行に行くんだけど、みゆきさんや翔太も一緒に来ない？え？お父さんの定年退職のお祝いに旅行に行こうってなったの。それでお父さんがぜひみゆきさんたちもって言ってるのよ。私はかなり悩んでしまった。義姉や義父のことは好きなので旅行に一緒に行くのは楽しいと思う。だが必ず義母も一緒について回る。その時にちゃんと楽しめるのかわからない。しかしせっかく義父や義姉からお誘いしてもらえたのに断るわけにもいかない。私は夫と予定を確認してみますと言って電話を切った。その後夫に旅行のことを話すとかなり乗り気だったので私も参加することに。旅行では車で行ける距離にある老舗の温泉旅館に行った。義父が嬉しそうにしているのが見れて私も嬉しくなった。老舗なだけあって温泉はとても気持ちが良かったし、お料理も最高だった。きっと義母は私に悪口の一つでも言いたかったのだろうが、温泉では義姉が一緒に入ってくれていたので義母は何も言えずにいた。そんな感じで特にストレスもなく私は旅行を楽しむことができたのだ。しかし義母は私をいびることを諦めてはいなかった。それは家族旅行を終えて2ヶ月ほど経った時のこと。私たちは新年の挨拶として義実家を訪ねていた。すると義母は台所で私と二人きりになった時にまたいびりをし始めた。あなたってどこまで厚かましいのかしら。え？何のことですか？また何かイチャモンをつけてくるのかとうんざりしていた私。するとその時に驚きの発言をしだしたのだ。あなたいつになったらお金も返してくれるの？え？お金って何のですか？私は義母からお金なんか借りてなどいない。だからこの義母の発言は意味がわからなかった。あなた、家族旅行のこともう忘れたの？家族旅行ってお父さんの定年退職祝いの旅行のことですか？そうよ、覚えてるんじゃないのよ。しらばっくれるなんて卑しい女ね。去年の家族旅行の宿泊代全額返しなさい。え？でもあれは夫とお姉さんが支払ったんじゃ。いちいち細かいこと気にしなくていいの。いや、でもお母さんは支払っていないんですよね。あけみだって旦那さんと結婚したばかりでいろいろと大変なのよ。それなのに自分が長女だからって責任を感じて支払ってくれたのよ。申し訳ないでしょ。だからあなたが全額負担しなさい。いろいろと理不尽すぎて私はびっくりしてしまった。
今回の家族旅行については義士が義父にプレゼントしようと計画を立てたものだ。義士は大手企業に働いていてかなり稼ぎがある。そして旦那さんも同じ会社で働いているので共働きで生活もかなり裕福だ。だから義士は最初は家族旅行のお金を自分が全額負担しようとしていた。しかし私の夫がそれはさすがに申し訳ないと思い、自分も払うと言って結局兄弟で折半することになったのだ。夫は主婦である私の分も自分が支払ってくれていた。義士夫婦がどのように支払ったのかは知らないが、私がお金を支払うとしたらそれは義士に対してじゃないかと思う。それじゃあ今からお姉さんにお金を渡してきますね。すると義母は待ちなさいと言って私を引き止めた。いいから私に支払いなさい。そう言って無理やり私に宿泊代を支払わせようとする義母。いやでもお母さんは支払っていないですよね。明美はあなたから渡されてもきっと受け取らないだろうから私が代わりに受け取るって言ってるのよ。もう物分かりの悪い嫁ね。またそうやって悪態をつく義母。どこまでも懲りない義母に本当に呆れてしまう。この時私はとある復讐計画を思いついた。わかりました。今は手持ちがないので今度支払うということでいいですか。私がそう言うと義母はニヤッと笑った。最初からそう言えばいいのよ。それじゃあ旅行代の30万円支払いをよろしくね。え、30万ですか。さすがにそんな高くないでしょ。何言ってるのよ、老舗旅館での宿泊よ。それくらいかかったに決まってるでしょ。あなたみたいな凡人には値段なんてわからないでしょうけどね。いくら老舗旅館だとしても車で行っているし一泊しかしていないので一人2万だとしても6人で12万だ。それなのに30万を要求してくるなんてありえない。どこまで人を舐めているのだろうか。あ、わかりました。今度の法事の時に渡すのでそれでいいですか。ええ、いいわよ。あ、でも翔太には内緒にしなさいよ。あの子だってあなたが支払おうとしたら止めに入ってややこしくなるでしょうから。義母はあくまでも夫や義士には内緒に自分に支払わせようとしていた。これはつまり私からお金を巻き上げて自分の懐に入れるということだろう。だが私ももう我慢の限界だ。いつまでもやられっぱなしで終わるものか。絶対に義母に一泡吹かせてやる。それから約2ヶ月ほどが経ち、義祖父の法事が行われた。今年も親戚がたくさん集い、義母も私も宴会の準備に追われた。私はできる限り義母との会話を避けながら宴会の準備に集中し、宴会が始まってからも親戚たちにお酌をしたり空いた皿を下げたりしていた。するとだんだんと義母は私の様子を伺い始めている。私は今がちょうどいいタイミングだと思った。そして義母の元へと向かい、私は大声でこう言った。お母さんが全額支払えって言った家族旅行の宿泊代の30万円やっと用意できましたので今確かにお渡ししますね。私がそう言うと場が凍りついた。義母は目を見開いて慌てている。私は気にせずに封筒を取り出して義母の前に差し出した。何のつもりよ。私は別にそんなもの頼んでないけど。自分に視線が集中しているのに気づいた義母は顔を真っ赤にして怒り出した。だが私は冷静に淡々と言い返す。お母さんがこの前のお正月に私に言ってきたんじゃないですか。お姉さんは結婚したばかりで大変だろうからあなたが全額を支払いなさいって。でもおかしいですよね。それなら私がお姉さんにお金を渡せばいいのに、お母さんはあくまでも自分にお金を渡せって言って聞かなかったですよね。しかも私の夫にも内緒にして渡せと言ってきて、なんだか怪しいと思ったんですよ。私がそう言うと親戚中がざわざわし始めた。義母は怒りが頂点に達したのか、あんたいい加減にしなさいよ、名誉毀損で訴えてやるわとぶち切れた。
の恨みがあってこんなことをするのよ。ひどすぎるわ。そう言って義母はあくまでも自分の非を認めない様子。だから私はここで計画を実行することにした。これは今までにこの家に私が来た時のお母さんとの会話を録音した時の音声なんですけど、私がそう言うと義母は顔を青くした。まさか録音をしていたなんて思っていなかったのだろう。ちょっと何よそれ。慌てて私のスマホを取ろうとする義母。するとそんな義母を義父が止めた。やめないか、みっともない。どうしてお前は会話を録音されていると慌てるんだ。いや、それは。みゆきさん、構わないからその音声を今流してくれないか。私はこくりとうなずき音声を流した。そこには義母が私を罵倒している音声や旅行についてお金を要求している音声がバッチリと録音されていた。音声を聞いていた親戚たちはそれを聞いてドン引き。義姉や義父は呆れていて、夫は怒っていた。母さん、俺たちにバレないようにこんなひどい嫁いびりをしていたのかよ。自分の母親が嫁いびりをしているなんて恥ずかしいわ。違うのよ、翔太、明美。これはみゆきさんがいけなくて。いい加減にしないか。ここまで証拠が揃っていて、まだ言い訳をしてごまかすのか。それは。自分の家族に見放され、義母は顔面蒼白の状態。義姉と夫は追い打ちをかけた。お母さんとは私は距離を置くことにするわ。俺もそうする。っていうか、みゆきのことをいびるような人とは縁を切る。そして義父は最後に義母にとどめを刺した。息子や娘が気軽に実家に帰ってこれなくなるようになんてしたくない。お前とは離婚する。そんな、あなたに捨てられたら私はどうやって生きていけばいいの。そんなことは知らん。勝手に一人で生きろ。この状況を作ったのはお前自身なんだからな。義母は膝からその場に崩れ落ちた。その後義母は義父に離婚を突きつけられて家を追い出された。義父は会社員としてかなり優秀で給料も高かったので、義母は結婚してからずっと専業主婦だった。そのため今の年からちゃんとした仕事に就けるはずもなく、最低賃金の肉体労働をしてボロいアパートで一人寂しく孤独に生きているらしい。義姉も夫も絶縁宣言をしたし、今回のことがあって親戚からも完全に見放されてしまったので本当に一人きりだ。だが全て義母の自業自得なので同情は一切しない。一方、私はというと夫との間に子供を授かった。義父も義姉夫婦も大喜びしてくれて、家族みんなで子供が生まれてくるのを心待ちにしている。義母がいない義実家はとても最高で落ち着く。私たち夫婦だけでなく義姉夫婦も同じことを考えていたようで、以前よりも義実家に集まる回数が増えている。義父は子供たちが定期的に家を訪ねてくれて嬉しいそうだ。来年は孫とも会えますからねと私が言うと、それじゃあたくさんおもちゃを買ってあげられるように貯金しなきゃなと言った。すかさず夫が、孫が可愛すぎて甘やかすことはやめてくれよと釘を刺し、みんなで笑った。これこそが家族のあるべき日常の風景だ。これからも私たちはみんな仲良く支え合いながら楽しく幸せに生きていこうと思う。マジであんたみたいな年寄りにはなりたくないわ。65歳のババアで働いてるとかマジで底辺の貧乏人でしょ。私はまだ社会人になったばかりだから、あんたみたいな無能は反面教師にしないとね。明美さんはニヤニヤと笑いながらそのように私を罵倒してきました。あまりにも頻繁に私の元にやってきてはそのようなことを言ってくるので、私も頭に来てしまい、つい言い返してしまいました。あなたには人を敬うという気持ちが欠けていますね。
私が思わずそう言うと、明美さんは目を見開き、私を嘲笑った。あんたに敬う価値があるなら敬うわよ。でも何にもないじゃない。こんな底辺の仕事しかできないババアが私に説教しないでくれる？私の名前は道江、65歳の主婦です。私は現在、とあるビルで清掃員として働いています。ここに入っている会社で働く人たちは、みんないい人で一生懸命に働いており、毎日笑顔で私に挨拶をしてくれます。道江さん、おはようございます。おはようございます。今日も頑張ってくださいね。はい、大事なプレゼンがあるので、気合を入れて仕事します。若い子たちはもちろんのこと、中堅の社員さんたちもいつもエネルギッシュで、会社はとても活気づいています。そんな風に未来の日本を担う若い世代の人たちを見守りながら働くことはとても楽しくて、私の生活も張りが出て充実した日々を送れています。もうここのビルの清掃員として働いて20年以上になりますが、いろんな人たちを見ることができて飽きません。大抵の出会いは面白くいいものだったのですが、この出会いだけは私にとっては嫌な思い出となってしまいました。それは今年の春にこの会社の新入社員として入社してきた明美さんです。彼女を初めて見かけたのは会社の朝礼でした。ちょうど私は廊下の清掃を行っていて、朝礼で彼女が部長さんに紹介されて挨拶をしているのが聞こえてきたのです。その時はとてもハキハキと元気よく挨拶をしていて、笑顔で印象がとても良かったです。フレッシュな女の子が入社してきたなと思ったものです。この会社は家電メーカーを扱う企業で、いろんな部署がありたくさんの人が働いています。彼女が現在いるのは支社の営業部。この支社は新入社員の人たちの研修を行っている部署でもあり、商品の知識を頭に叩き込み、実際にお客様に良さを紹介して購入してもらえるくらいにプロフェッショナルになってもらうというのが研修の流れです。まずは自社の商品のことを深く知ること、それがこの会社で働くことの最初の条件でもあり課題なのです。この部署のオフィスで清掃をしながら、私は新入社員の明美さんのことを見ていました。彼女は元気よく熱心に仕事に取り組んでおり、先輩や上司の方とも積極的にコミュニケーションをとっています。若者が一生懸命に仕事をしている姿は気持ちの良いものです。私は頑張れと心の中で唱えながら清掃に励んでいました。そして初めて彼女と直接対面したのは1週間後のことでした。それは私がトイレの清掃をしていた時のこと。清掃中？そのような声が聞こえたので、私は慌ててトイレから出てきました。あ、今終わったから使って大丈夫ですよ。するとそこにいたのは明美さんでした。スマホを片手に明美さんはこちらを見てきました。お仕事お疲れ様です。私はねぎらいの気持ちと挨拶の意味を込めてそう言いました。しかし明美さんは私の挨拶が聞こえなかったのか、何も返事をせずに私の横を通り過ぎていきました。でも聞こえないほど小さい声を出した気はしません。それなりに元気よく挨拶をしたと思います。もしかしたら彼女は仕事のことで頭がいっぱいで返事をする余裕もなかったのかもしれません。私は気にしないことにして違うフロアの掃除へと移っていきました。明美さんは機嫌が悪そうな顔をしていて、私は彼女があまりこの職場での仕事を楽しめていないのかなと不安になりました。別に
私がおせっかいを焼くことでもないのですが、それでも同じ空間で働く以上、みんなが笑顔になっていてほしいと私は思っています。そして次に明美さんと会ったのはそれから1週間後のことでした。ちょうどお昼頃の時間帯で、明美さんは他の人たちより少し遅れてお昼休憩に入っていました。財布を持ってこれから外にお昼に行く様子だったので、私はお疲れ様です、お昼行ってらっしゃいと声をかけました。すると明美さんは私のことを汚いものでも見るように嫌そうに見てきたのです。私が戸惑っていると、明美さんは私の言葉に返事をせずに、そのまま会社の外へと行ってしまいました。何か気に障ることでも言ってしまったのだろうか、それとも仕事で悩んでいることがあるのだろうか、そんなことを考えてしまいました。しかし彼女が私に冷たい理由は別にあったのです。それはある日、私がちょうどトイレ掃除を終えた時のこと。その時に明美さんがトイレに入ってきました。お疲れ様です、お仕事は順調ですか。私は思い切って話しかけてみました。仕事で何か悩んでいても、誰かに相談できれば少しは気が楽になるもの、こういうどうでもいい清掃のおばさんなら悩みを打ち明けやすいだろう。私はそういう思いで明美さんに話しかけたのです。すると明美さんはこの前と同じように嫌そうな顔をしました。そしてついに明美さんが口を開きました。しかしそこで彼女が放った言葉に私は驚いてしまいました。おばさん、一体何なの？会うたびにいちいち話しかけてきて気持ち悪いんだけど。え？大体その汚い清掃服で私に近づかないでくれる？大事なスーツに匂いがついちゃうでしょ。ごめんなさい。私はそのように喧嘩口調で話し出した彼女に圧倒されてしまいました。っていうか、あんた何歳なの？65歳ですが。はっ、65歳、そんな年齢になってまでこんな仕事してるの？旦那は仕事してないの？それとも退職金が少なすぎてパートをせざるを得ない感じ？いいえ、旦那は現在も働いていますが。へえ、じゃあ年下ってことなんだ。まあどっちにしろその年になっても専業主婦になれないなんて惨めね。私だったらそんな人生は耐えられないわ。畳みかけるように私を罵倒する明美さん。どうしてこのようなことを言われなければいけないのだろうか。私は好きでこの仕事をしていますし、別に自分の人生を辛いと思ったことはありませんよ。私がそのように言うと、明美さんは鼻で笑った。負け惜しみってやつ？貧乏ババアでもプライドだけは一丁前なのね。そんな言い方しなくても。ああ、マジで腹立つわ。年寄りって本当にムカつくわね。今日の展示販売に来てたババアもマジで最悪だったわ。何度説明しても理解しないし、ああいう奴らは家電とか買わないでほしいわ。私は彼女の発言に眉を潜めました。ここの会社で働く人たちは決してそのようなことは言いません。みんなこの自社の商品を手に取ってくれる人たちや興味を持ってくれた人たちに感謝をしています。まだ明美さんは新入社員なので、そういった心持ちができていないのかもしれませんが、そうでなくとも彼女の発言はひどいものでした。高齢者と呼ばれる人たちを完全にバカにしています。消費者にはいろんな世代の方がいるというのに、そうやって差別をすることはプロとしていけないのではないでしょうか。そんなことを考えていたら、すでに明美さんはトイレの個室へと入っていってしまいました。
私は嫌な気分になりながら違うフロアの掃除へと行きました。私は彼女がこの会社で働き続けていくうちに少しでも考え方が変わればいいなと思いました。しかし明美さんは考えを改めるどころか、何かイライラしたことがあると私が掃除をしているところにわざわざやってきて、私に嫌味を言ってくるようになったのです。マジであんたみたいな年寄りにはなりたくないわ。65歳のババアで働いてるとか、マジで底辺の貧乏人でしょ。私はまだ社会人になったばかりだから、あんたみたいな無能は反面教師にしないとね。明美さんはニヤニヤと笑いながらそのように私を罵倒してきました。どうしてそんなにひどいことをずっと言い続けることができるのでしょうか。あまりにも頻繁に私の元にやってきてはそのようなことを言ってくるので、私も頭に来てしまい、つい言い返してしまいました。あなたには人を敬うという気持ちが欠けていますね。私が思わずそう言うと、明美さんは目を見開き私を嘲笑った。あんたに敬う価値があるなら敬うわよ。でも何にもないじゃない。こんな底辺の仕事しかできないババアが私に説教しないでくれる？ああマジで腹立つ。もうすぐ本社で働けるからいいけど、本来だったらあんたなんかクレーム入れてクビだからね。旦那の少ない年金で暮らせないでしょ。仕事を失いたくなかったらおとなしく掃除してろ。明美さんはそのように怒鳴り散らして言ってしまいました。彼女の人を見下す態度はさすがにひどすぎます。しかも研修が終わったら本社で働くことになるなんて。明美さんは見る限り目上の上司や先輩たちには愛想を振りまいていました。きっと世渡りがうまいのでしょう。しかしあのような人が長く働いて後輩や部下を持つと、きっと悪い影響を与えたり、ひどければパワハラのようなことをしかねません。そうなっては会社にとっても損失になってしまうでしょう。そんなことを考えているうちに、とうとう明美さんは研修を終えて本社へと移ってしまいました。彼女がいない状態で仕事をしていると、驚くほど会社の雰囲気が良く、ストレスもたまりませんでした。私にとってこれほどまでに明美さんが面倒な存在になっていたとは。驚くのと同時に心配なのは本社の人たちです。支社だからこそ彼女も大きい態度をとっていたかもしれませんが、たとえ本社であっても、清掃員たちには見下した態度を取るかもしれません。私はある種の監視の意味も込めて本社へと向かいました。実は私はただの清掃員ではありません。この会社に深く関わる存在なのです。私は支社から移動して本社の清掃員として働き始めました。明美さんは支社の時と同じように上司や先輩たちに笑顔と愛想を振りまき、手玉に取るようにしてうまく働いている様子。私はなるべく彼女にバレないように清掃の仕事をしていました。そんな中、ある日女子トイレの方から何やら話し声が聞こえてきました。私にはこの声に聞き覚えがあります。それは明らかに明美さんの声でした。明美さんは本社で働く女性清掃員を罵倒していました。あんた私と同い年くらいじゃないの？それなのに清掃員だなんてダッサ。マジで底辺じゃん。私は本社の社員で、あんたは清掃員。まるで月とすっぽんね。あんたみたいなのと同じ空間にいるとか嫌なんだけど、さっさと掃除を終えて出てってくれる？臭いから近くにいてほしくないんだよね。明美さんは支社でやっていたようにストレス解消として清掃員を罵倒して憂さ晴らしをしていました。罵倒された女の子は泣きながらトイレの外に出てきました。
私はその子に大丈夫と声をかけ、事務所に戻って一旦休憩をしなさいと声をかけました。そしてトイレの中へと入っていきました。あけみさん、あなた何様のつもりかしら。洗面台の前で化粧を直していたあけみさんは鏡越しに私の姿に気づきました。はあ、なんであんたがここにいるのよ。化粧道具を戻し振り返って私を睨みつけるあけみさん。そんなことは大した問題じゃありません。それよりもさっきの会話聞こえてましたよ。あの子を泣かせるまでバカにしてどういうつもりなんですか。そうやって人の上下を作って下に見ている人を罵倒してストレス解消するなんて最低ですよ。私がそのように言うと、あけみさんは目を見開いて怒った。うるさいわね。私に説教するなって言ってんだろ。あんたなんてあの女よりももっと下じゃない。その年になっても働くしかない貧乏人が、どうせ資格や学歴がないから底辺の仕事をしてるんでしょ。何にもない底辺ババアは近寄るな。あんたみたいなのが近くにいたら無能さが伝染するわ。そう言って嘲笑うあけみさん。その時誰かがトイレに入ってきました。彼女は私のよく知る人物です。ちょっとあなた何を言ってるの。女性は顔を青くして震えながらあけみさんに向かってそのように言いました。ああ、立花部長、何って、ちょっとこの清掃のおばさんが私に失礼なことを言ってきたので対応してたんですよ。なぜかやたらと私に突っかかってきてちょっと迷惑なんですよね。そう言ってニヤニヤ笑うあけみさん。私を悪者に仕立て上げて立花さんを味方につけようとしていた。だが立花さんはこの会社で私のことを詳しく知っている者の一人。あけみさんは目撃されてはいけない人にこの場を目撃されてしまったというわけだ。あけみさん、あなたちょっと来なさい。え？あ、はい。立花部長に呼ばれてあけみさんは怪訝そうな顔でトイレの外へ出ました。私は立花さんと目配せをしてそのままあけみさんを連れて一緒に社長室へと向かいました。あけみさんは社長室の前で止まった瞬間に目をパチパチさせていました。きっとなぜ自分が社長室の前にいるのか分かっていないのでしょう。ここで私は社長室をノックして、私です、道枝です、と声を発しました。社長からどうぞと声が返ってきたので、私はドアを開けて立花さんとあけみさんに中に入るように言いました。あけみさんはただの清掃のおばちゃんがなぜ社長室にすんなり入れるのかわけがわからない様子で戸惑っていました。社長室に入ってからもあけみさんは自分の置かれている状況が分かっていない様子。すると社長が彼に話しかけました。君があけみくんか。社長に話しかけられてあけみさんはビクッとした。私の妻をはじめとしてここで働く清掃員の人たちに随分とひどいことを言ったそうだね。え？妻？あけみさんはびっくりして私のことを見た。先ほどの私と社長とのやりとりで妻というのが私だと察したのだろう。私はあけみさんをまっすぐに見てうなずいた。私は社長夫人でありながら働くことが好きだから清掃員として働いて、そして死者の人たちのことを見守っていたのよ。そんな。たじろぐあけみさん。社長はそんなあけみさんを気にせずに話し続けた。君のことは妻の道枝から詳しく聞いてるよ。私の妻のことだけでなく客の悪口も言っているようだね。家電の使い方がわからない高齢のお客様だとしても私たちにとっては大事なお客様だ。むしろそういったお客様にもちゃんとわかりやすく丁寧に教えるのが私たちの仕事じゃないのか。
たとえ新入社員で社会のことをちゃんと分かっていなくても、お客様を第一に考えていたら悪口を言うことはないだろう。それに実際に展示販売会で君が高齢のお客様に対してイライラした顔を見せているのを目撃している社員もいる。それで君が本社でどのように仕事をするのか立花君に監視させていたんだが、どうやらここに呼ばれてきたということは相変わらずだったようだな。すると立花さんが返事をした。はい社長、彼女は奥様に対して底辺だとか、ちょっと私からは口にできないようなひどい言葉を何度も浴びせていました。明美さんは冷や汗をだらだら流していて今にも倒れそうだ。そして慌てた様子で言い訳をしていた。まさか社長の奥さんだと知らずに本当に申し訳ありませんでした。すると夫は冷めた目で明美さんを見た。では彼女が私の妻でなければ当たり前に罵倒をしていたと。それは自ら墓穴を掘った明美さん。私はそこで夫に先ほどのことを報告した。彼女は先ほど若い清掃員の女性に罵声を浴びせていました。清掃員の女性は泣いてしまい、今は事務所で休んでもらっています。そうか、明美君、君のような人をこの会社に置いておくわけにはいかない。そんな何でもしますから、このまま働かせてください。何でも。それじゃあ清掃員として働いてもらおうか。君がバカにしている職業を体験してみるといい。それを受け入れられないというのなら君はクビだ。荷物をまとめて出て行け。明美さんは顔面蒼白状態で固まっていった。その後彼女はクビになりたくなくて清掃員として働き始めたのだが、結局仕事が大変すぎて辞めてしまった。あんなにバカにしていた仕事を耐えきれずすぐに辞めてしまうとは、正直言って情けなさすぎる。今はどうしているのかはわからないが、せめて新しい職場では他人を見下すようなことはしないでほしいと思う。一方私はいつものように清掃員として今日も元気に働いている。私が社長夫人だということを知っている人はほとんどいないので、みんなただの清掃のおばちゃんだと思っているだろうが、ここで働く人たちは気持ちのいい挨拶をしてくれる。私は今日もみんなのことを見守りながら楽しく働こうと思う。俺と離婚してくれ。え？どうして？俺は愛人の会社を継ぐことになったんだよ。だからお前は用済み。夫は勝ち誇った顔をしてそう言った。私からすると自ら自白をしてくれたことがむしろありがたかった。別にいいよ。はい、離婚届。私がそう言って引き出しから取り出した離婚届を渡すと、夫は目を丸くした。私の名前は高木理香、30歳の会社員だ。夫の大輔とは結婚して3年になる。私たちの出会いは共通の友人が開いた合コンだった。夫は私に積極的にアプローチをしてきて、私もそんな彼に惹かれて交際がスタート。それから順調に交際を始めて、1年後にプロポーズをされて結婚した。大輔はいつも私に優しくて紳士的で、私はそんな彼と結婚したら幸せな日々を送れるだろうと思っていた。実際結婚生活はそこそこ楽しかったのだが、結婚してから思ってたのと違うこともあった。それは夫が家事を全くしてくれないこと。俺ずっと外食かコンビニ弁当だったんだよね。そういう夫は自炊をしたことがほとんどないという。掃除も適当なタイミングで義母が家にやってきて掃除をしてくれていたらしい。だから私がいつも仕事から帰ってきて全部の家事をやった。たまに夫に手伝ってもらおうとさりげなくアピールしてみるのだが、
夫は頑なに手伝おうとはしない。でも私が残業で遅くなって晩ご飯が遅くなっても文句は言わないので、そこだけはありがたいかなと思う。家事をしないこと以外は基本的に普通だし、会話もちゃんとしている。私の体力的な負担が少し多いかなと思うが、最近はお惣菜を買ってきたりして適度に手を抜いているからなんとかなっている。そんな感じでめちゃくちゃ幸せというほどでもないが、それなりに楽しい結婚生活を送っていた。気づけば夫との結婚生活も3年を迎えていた。子供ができればまたこの関係性は変わるのかなと期待していたが、思うように子供が生まれなかった。もしかしてどちらかに原因があるのかもと思い、私は夫に検査をしたり不妊治療をしてみないかと提案した。すると夫は意外な反応を示した。別に子供はいらないんじゃない？え？私はびっくりした。普通は子供が欲しいものだと思っていたからだ。でも確かに子供を作らずに夫婦二人だけで過ごしたいと思っている家庭もいるかもしれない。夫もそうなのかもしれないな。一応どうしてか理由を聞いてもいい？え、まあなんていうか、いろいろと面倒というか。は？私は正直言って夫のこの発言に幻滅してしまった。ちゃんとした理由があるとかではなく、適当な曖昧な理由だったからだ。でも同時にこんな中途半端な気持ちでいる人が夫の状態で子供を持っても子供が不幸になりそうな気がした。そっか、わかったわ。それじゃあ子供は作らない方向で。私がそう言うと夫は安堵した表情を浮かべた。そんなに子供が欲しくなかったのかと私はとても残念に思った。子供が望めない上に家のことも私が全部している。しかも夫のプライドを刺激しないように声を大にしては言えないが、私の方が夫よりもかなり給料が上だ。だから私がこの家を支えている大黒柱と言っても過言ではない。さらには最近夫婦としての会話も減っている。夫はあまり私とコミュニケーションを取らなくなっていた。何やらずっとスマホをいじっているし、休日も友達と飲んでくると言って昼過ぎくらいから出かけることが多くなっていた。休みの日は家で一人だし、平日も夜ご飯を一緒に食べたとしても無言で、なんだかご飯が美味しく感じられないし、こんな状態が続くならいっそのこと別れた方がいいのかも。そんなことを思ってしまうくらい私は夫との結婚生活に悩んでいた。そしてそのようなタイミングで私は驚きの事実を知ることになる。それはある日の土曜の夜のこと。夫はいつものように友達と飲みに行っていた。そんな中、仲のいい友人から LINE が来た。今日は旦那さんと結婚記念日で豪華なディナーに行くと言っていたから、いきなり LINE が来てびっくりした。だがその内容はさらに驚きのものだった。ねえ、今リカの旦那さんが知らない女性とレストランに入ってきたんだけど。私は友人のメッセージを見て固まってしまった。まさか夫は不倫をしている。しかも高級レストランだなんて私とは言ったことすらないのに。友人によると別に仕事とか友達とかという雰囲気ではなく、明らかに恋人同士のような感じを醸し出していたという。私はどんどん夫に対して怒りが湧いてきた。そして全てに合点がいった。子供を作るのが面倒くさいこと、週末に頻繁に友達と飲みに行くと言って出かけていたこと、そしてスマホを気にしていること。よくよく考えれば確かに不倫をしている可能性が高い行動ばかりだ。どうして早くから疑わなかったのだろうか。でもまだ本当に不倫なのかどうかはわからない。私はすぐに更新所に調査を依頼した。まだ実際に不倫の確実な証拠をつかんだわけではない。目に見えてはっきりと不倫だとわかる証拠を見るまではほんの少しだけでも希望を持つことにした。しかし現実は残酷だ。
数週間後に更新所から届いた調査結果は、夫の不倫を確実に捉えたものばかりだった。私はさすがにショックだった。最近はすれ違いが多かったが、やっぱりどこかで夫のことを愛していて、信じたい気持ちはあったのだ。だが夫はそんな私の気持ちを踏みにじる行為をしていたのだ。信じられない。どうしてそんな簡単に不倫なんてできるのだろうか。しかもどうやら夫は不倫相手としょっちゅういろんな高級な飲食店に出入りしているようだ。そこまで金を使って不倫相手に尽くしているというのか。その時私はハッとした。それは半年ほど前から夫に頼まれていたこと。夫は義両親に仕送りがしたいと言って私にちょっと多めに家にお金を入れてほしいと頼んできていたのだ。私の方が夫よりも給料が上だから少しサポートをしてほしいとお願いしてきたのだ。私は義両親のことは別に嫌いではなかったし、私の親はすでに他界していて仕送りが必要な身内もいなかったので普通に了承してしまっていた。きっと夫はそのお金を不倫相手に尽くすための資金に充てていたのだろう。私はさらに夫に幻滅した。どこまで私を都合よく利用すれば気が済むのだろうか。そして今まで夫に騙されていたことに気づけなかった自分自身にも腹が立った。私はいつでも夫と離婚できるようにいろいろと準備を始めることに。まずは引っ越しの準備だ。夫がいたことを思い出してしまうので、この家ではもう暮らしたくなくなり、私は新しく住む家を探すことに。仕事が忙しいので合間を縫って家を探すのはなかなか大変だった。それでも夫がいつものように友達という名の不倫相手と会っているタイミングで不動産屋を訪ねて、一人暮らしに適したいい部屋を探した。そんなこんなで新居を決めることができたのは1ヶ月後だった。これで引っ越し先は決まった。あとは夫に復讐をするだけだ。弁護士も雇っていろいろと準備をしてきた。そんな中、ある日夫が私に話があると言って今に呼び出した。珍しいわね、あなたが話があると言ってくるなんて。私が小言を言うと夫は面倒くさそうな顔をした。すぐ済むから。私は言われた通りにソファーに座り、夫の次の言葉を待った。すると夫はニヤッと笑ってこう言った。俺と離婚してくれ。まさか夫から離婚を切り出してくるとは。私は純粋にびっくりした。どういう流れでこの人は離婚に持ち込もうとするのだろうか。私はあえて事実を知らないふりをして聞いてみた。え？どうして？すると夫は驚きの発言をした。俺は愛人の会社を継ぐことになったんだよ。え？だからお前は用済み。今まで俺の生活を支えてくれてありがとな。マジでたくさん稼いでくれるだけじゃなく、家のことまでやってくれて助かったよ。金も稼げる家政婦とか最高だったけど、俺はもうそんなの必要ないからな。若くて綺麗な美人妻と将来を約束された社長のさ、俺はまさに人生の勝ち組だ。お前には申し訳ないけど恨むなよ。夫は勝ち誇った顔をしてそう言った。私からすると自ら自白をしてくれたことがむしろありがたかった。別にいいよ。はい、離婚届。私がそう言って引き出しから取り出した離婚届を渡すと、夫は目を丸くした。なんだよ、びっくりしないのか。それに離婚届なんていつの間に用意してたんだ。あなたの最近の私への態度は冷たかったからね。だから離婚しそうだなって思ってたのよ。あなたにとっても早くに離婚できた方が都合がいいでしょ。ああ夫はびっくりしながらも自分が得をする状況だと気づき、ニヤニヤしだした。お前がそこまで物分かりのいいやつだとは思わなかったけど助かるよ。今までありがとな。ま、せいぜい独り身の生活を楽しんでくれよな。夫はそう言って楽しそうにしていた。私はあえて怒っていないふりをして夫にフランクに話しかけた。でもまさかあなたが社長になるとはね。もう相手方のお父さんとは話してるの？
ん？ああ、いやまだだな。でも彼女の話だと、彼女が選んだ男性に社長を継がせると決めているそうだ。だから俺が彼女と結婚することになった以上、社長になるのは決定事項なんだよ。なるほどね。ま、お幸せにね。ああ、言われなくても人生で最高に幸せだ。浮かれた様子の夫、この後地獄に落ちるとも知らないくせに。私はそんな間抜けな夫が荷物をまとめて不倫相手の元に行くのを黙って見送った。夫が家を出るまで笑いをこらえるのに必死だった。その後、夫が家を出て行った後にすぐに家を売り払って私も引っ越しを完了させた。次は本格的に夫への復讐の開始だ。と言っても私がやることは簡単だ。夫の職場と不倫相手の実家に内容証明を送るだけ。これで夫への復讐の完了。あとは夫が自滅していくだけだ。案の定、内容証明を送った 2,3 日後に夫から電話が来た。もしもし？お、おい、お前何やってんだよ。どうせ俺の職場と彼女の実家に内容証明なんて送ったんだ。え？逆になんで送らないの？だってあなた不倫したんだよ。不倫、うん。普通は慰謝料を夫と不倫相手に請求して離婚の手続きをするものでしょ。な、お前、俺と彼女のことを許してたんじゃないのか。アホなの？どこの世界に結婚相手に裏切られてそれを簡単に許して身を引くバカがいるのよ。そんな、でもお前どうして彼女の実家が分かったんだ。私はあんたが自白する前から更新所に不倫の調査を依頼してあなたの不倫相手の情報を得ていたのよ。だから彼女が社長令嬢であることも彼女の実家も知ってたってわけ。マジかよ。それで不倫相手の実家に内容証明を送ったらどうなったの？私はニヤニヤしながら聞いた。すると夫は、そうだよ、お前のせいで大変なことになってるんだからなと思い出したように怒った。彼女は俺が既婚者だと知らなかったんだよ。だからお前とこっそり別れて彼女と一緒になろうとしたのに。お前が彼女の実家に内容証明を送ったから彼女の両親に不倫の内容がバレて俺は窮地に立たされてるんだ。彼女は騙されたとして大激怒し、彼女の父親は俺の会社の社長にクレームをつけてきて、俺は社内でも大問題を起こした人物としてクビになったんだ。彼女の父親の会社はうちの会社の重要取引先だったから。あらら、残念ね。全部お前のせいだ、責任を取れ。はあ？何言ってるのあんた。私を裏切って不倫をしたのはあんたでしょ。私は正当な要求をしただけ。慰謝料はちゃんと支払ってもらうからね。そんな、会社をクビになった俺に慰謝料なんて支払えるわけないだろ。知らないわよ。すぐに仕事を見つけて少しずつでも返済しなさい。ふざけるな。今すぐお前のところに行って無理やり住み込んでやるからな。あなた、私の家知ってるの？は？何言ってるんだ。俺たちが買った家に住んでるんだろう。俺たち？あなたって都合のいいようにしか捉えられないのね。あの家は私名義で買ったものよ。だからもう売ったわ。え？そんな、それじゃあ彼女の家を追い出された俺はどこに行けばいいんだよ。知らないわよ。いい大人なんだから自分で何とかしなさい。じゃあ切るわね。おい、待ってくれ。私は慌てる夫の声を気にせず電話を切り着信拒否をした。私の狙い通り夫が全てを失ってくれてスカッとした。その後私は弁護士を通して慰謝料を請求。夫はバイトをしながら安いアパートに住み必死で慰謝料を支払っているらしい。また義両親を頼ろうとしたが、私が仕送りの件を話していたので義両親は怒り狂って夫とは絶縁すると言っていた。そのため夫は義両親からも見放されて一人寂しく貧しい生活をしながら生きているようだ。一方私は新居で快適に暮らしながら仕事を一生懸命頑張っている。最近は昇進して給料もさらに上がったので新しい趣味でも始めて贅沢な暮らしをしようかなと思う。逆玉の腰を狙ってこっそり離婚しようだなんて卑怯な夫ですね。でもそれなら愛人の会社を継ぐからなんて言わなければよかったんじゃないでしょうか。
そういう爪の甘いところが結局クズ夫の限界なんでしょうね。主さんはクズ夫に復讐できてよかったですね。今度こそ素敵な男性と結婚できることを祈っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。